自身の作者がわからないかぐや姫が勇気のようにライブラリを漂っていると、行く手に二人の人影が現れた。無理だよ、登場人物の僕に作者の悩みを解決できるわけないよ。言い争いをしているのはピノキオのようだ。作者という言葉に惹かれ、かぐや姫は声をかけた。ピノキオさん、そちらの方は？え？あ、僕の作者のカルロです。カルロとピノキオはそのつながりを示すかのように姿形が似ている。ずるい。かぐや姫は溢れる感情のままに二人に襲いかかった。かぐやさん、いきなり何を？私の作者はわからないのに、あなたはやすやすと作者を手に入れている。私はそれが悔しくてたまらない。そんな風に妬む自分が弱くて嫌でたまらない。とにかく少し落ち着いて。これでは体のほてりが収まりません。申し訳ありません、取り乱しました。ピノキオとカルロに頭を下げたかぐや姫は自身の事情を話した。作者不詳ですか？同じ作者のよしみで、カルロさんは私の作者について何か知りませんか？ただでさえ創作意欲が湧かなくて悩んでいるのに、他の作者のことなんて。カルロは投げやりに答えるも、かぐや姫は引かずに食い下がる。では私があなたの悩みを解決したら、作者探しに協力していただけませんか？試すだけ無駄だと思うけど。試さなければわからないでしょ。かぐや姫はカルロに気合の一発を入れた。カルロさんは心を病んでいるようです。ならば体を動かすことをお勧めします。良い刺激となって、きっと創作意欲が湧くことでしょう。かぐや姫って人怖い。やることがむちゃくちゃだよ。このままじゃ殺されちゃう。ピノキオ、僕を守って。かぐや姫から作者を助けてやれよ。あれが死んだら俺たちの物語は書き換えられないんだぜ。スエが言うなら僕は作者を助ける。でもかぐやさんに勝てる自信なんて全くないよ。君がかぐやさんに勝てるなんて思ってないから、しのげればそれでいいよ。だって僕が書いた登場人物だよ。強いはずがないじゃないか。作者にすら期待されてないなんて、お前はほんとダメな人形だよ。俺がいなきゃ何もできねえ。
そうだよ。僕は一人じゃ何もできない。杖がいなきゃダメなんだ。だから僕に指示をして。次はどんな攻撃をすればいい？いいなあ、ピノキオは。杖に従うだけなんて。君はいつの間にそんな杖を手に入れたの？それとも、その杖が…ピノキオとカルロは協力して、かぐや姫の攻撃をかわし続けた。もともと気質が似ているからだろう。二人は特に打ち合わせることもなく、視線だけで互いの動きを補い合っている。だいぶ動きが良くなってきましたね。そろそろ創作意欲も湧いたのでは？こんなことで湧くわけないよ！あら、そうですか。叫ぶカルロに向けて、かぐや姫は残念そうにつぶやく。そして、いっそお仕置きに切り替えた方がいいかもしれませんわね。飛脚の姫は、可逆心たっぷりな笑みを浮かべた。命の危機を感じれば、創作意欲も湧くでしょう。なんでそういう考えになるの？書けないときは、何したって書けないんだよ。それがたとえ命の危機であっても、もういっそこのまま死んだ方が。それは僕が困るよ。諦めないで。諦めないで書けるならとっくに書いてるよ。怖かった。足元に倒れ伏したカルロとピノキオの頭を踏みつけながら、かぐや姫は優しく声をかけた。カルロさん、創作意欲は湧きました？湧かない。もう何も書きたくない。書かないとあなたのことも言えるピノキオさんを殺すと言ったら。気にして。全くもってやる気を見せないカルロに、かぐや姫は深いため息をつく。これは別の作者を見つけて協力を仰いだ方が良さそうですわね。とうとうカルロに見切りをつけたかぐや姫は、ぐったりとした二人を置いたまま、その場を去った。